煙じゃない。もしもし、はいはい、そうです、はい、うん、クリパーの映画映してみてから、うん、50年前の、うん、映画映ってやんですからって。104年前のそのままだから、この部材もそのままの周り部材でね、結局ね、昭和31年にうちのお父さんが亡くなってから、私が21歳頃の時、経営者になったの。うち従業員は10人くらいだけど、それはそのままだったの。それでも私が経営してから、今度テレビの放送が近くなったら、お客の入りが悪くなったら、従業員が毎年一人ずつ辞めていくの。うち昭和38年になったら、もう残った技師は一人だった。で2人で映画館を経営したの。もうカラーテレビが出そうになった昭和39年。それが、ね、1年前になったら完全にもう映画はダメになったね。で同業者に言われたの。もう映画の将来性はないから、やめたらいいんじゃないかと言われたの。それで昭和38年に、8月に、それでお盆を劇場を終えて満員にしてから劇場を閉館したの。本当はやめたくなかったの。そしてしょうがないから、もう定年退職するまで会社に勤めて、もう定年退職して65歳になったら、もう一回再開しようと思ったから映画館はそのまま残したの。そして約40年間自動車会社にいたの。そして給料良かったからなんとか維持できたの。それも50年間は移籍を認めていたの。会社休みの時だの、まあそういう時ね。だから今でも機械動いたの。もし今まで依頼やっていれば機械は新しくなっている。やめたから50年前のそのものだの。だからこっちで30分しか持たないの。だから映写機がここで2台あるんですよ。交代交代ね。2台、あそうだね。2台あるの。うん、じゃあ片方映してる間にその全部交換するんだ。なるほど、ね、あとこの機械も60年前の機械だから、やっぱ70以上じゃないと映せないの。はい、皆さんありがとうございました。65になった時が再開しようと思って5年考えてたけど、結局ダメだからもう1000切るかと思ったんだ、70のお正月に。そうしたら
私の知ってる人が劇場メタイツのきっかけで、あれから10年経ったけど、私は映画を再開して脚光浴びるかと思った。そしたら映画を再開できないけど、劇場見学の方で脚光浴びた。これはとても考え違いだった。これで今日映画になったらすごいんだよ。すごい。ニューシネマパラダイス。そうなんだよ、だから。すごい。でニューシネマパラダイスはなぜ風になったかというと、はい、この光がこのフィルムであった。ああ、そういうことですか。うん。はで、フィルムが動いてるでは火がつかない。ここでフィルムが消えたりすると火がつく。ああ。動いてれば大丈夫。すごい。で自転車で自転車で自転車で歩きながら、だな、どんな姿ですか、自転車で。じゃあいい、いや、大した映画だね。車で来るのかと思った。あと全員写真撮っていいからね。ありがとうございます。あんたニュースとアニメだよ。アニメとニュースどっち？ここで電流を流すと光が出るんだよ。これは昭和20年から昭和40年頃までこれやったの、うん、で昭和40年から日本はカラーテレビになったのね。そしたらこれがなくなって、今から50年前は映画がこうなったの、うん、これ原理同じでしょ、これ、うん、はい、プラスでこれマイナスだ、うん、これ、これこれプラスとマイナス。じゃあ今から50年前は日本の映画はみんなこれでやってたよ。じゃあ郡山のテアトラザリもこれでやってたの。最近までは。これは今から50年前に終わってんの。こういうことは。ただ今日これで映画をしてみるから。ありがとうございます。ね、ここに音入ってんだからね。ここでですか。うん、この横に。なんだろう、人だよ、人間だよ。同じってか、なんか違う。
大病呪いの沼だ。めっちゃ怖そう。怖そうだね。え、これおばきれいやね。怖そう。今日はまさか今日は夜の一万部が出せないから。これを出すか。今日このニュースは海水山のニュースだ。今から50年前、あの海水山の場に49号線が通ったの。その時のニュースなの。ちょこっとアンコウズ。見てみたいね。これで大体10分だから。すごいですね。あとね、漫画ちょこっとだけ見せてやる。ここ、漫画がここ。私が初めてお父さんにある隕石の奈良の時はやっぱり隕石に背が届かないから、だから台を置いて台に上がって奈良子捜査を習ったわけだ。おかげで多くの農家がすでにこの協定を結んでおり、文字通り赤目農村建設を目指して。あと経験じゃないとダメなのよ。音切り分かるようにならないと1年前の下手になりないの。まあ、カラ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 回る音でも分かんない。あと私も長年維持してからこの映画館自体にも愛着があるから、やっぱり映画館だけはこの手放したくないなと思ってるの。お父さんが安彦さんにしっかり信頼しているのだ。安彦さんは本当やろうだけども劇場直したいなと思ってんね今。ただ入場無料でやってんじゃ売り上げ上がんないからね。金限らんじゃから今のところやんないんだ。